こんにちは、ゆうです。バズドラのお疲れ様です。そして今日お誕生日の方おめでとうございます。まあバズドラのお時間というよりはちょっと個人的にちょっとお知らせしたいことがございまして、はい、今ちょっと動画撮っております。はい、実はまあちょっとね、前からね、まさかその出させていただけることになるとは思わなかったんですけど、まあ、そのとんエントリーするのただやということで、このこちらのチャレンジトーナメントオーバー、ちょっとごめんなさい、英語その文字だけで出されると弱いんですけど、言うたら8作のパズドラガオさんの公式の大会にということになりました。日程、6月17日木曜日じゃん土曜日で、開催会場がレッドブルゲーミングシェア東京というところでですね、東京都中野区中野3-33-18のフォルテ中野 B-1F なんですけど、はい、こちらね、8人でサクッと対決を使用したスコア対決に、はい、出ます。で、賞金額1、10万円、2、5万円、狙いはね、目標はもちろんそのお金よりもお金欲しいですけど、優勝目指してちょっと頑張っていきたいと思います。統一のスケジュールはですね、はい、10時から受付、組み合わせ抽選開始、1回戦開始は組み合わせによってスタート時間変動あり、で13時30分からその2回戦、17時から準決勝、17時半から決勝、18時終了となっております。まあこちら、まあ大会フォーマットがですね、まあ各ブロック、8名の全16ブロックとなるトーナメントに最大128名を、なんでこんななまったんや、128名を抽選で振り分けとなっております。で、各ブロック8人に対戦を行い、上位2名、合計32名が2回戦進出となっております。で、2回戦には1回戦を勝ち残った32名がトーナメントに、下4ブロックに分かれて対戦、各ブロック上位3名、合計12名が準決勝に進出。そして準決勝となるとね、プロ選手枠4名の方が参戦されます。で、プロ選手を勝ち上がった4名と2回戦を勝ち上がった12名の合計16名が2ブロックに分かれて対戦し、各ブロック上位4名が決勝進出となっております。で、さらに準決勝となると、準決勝を勝ち残った8名による8名による対戦で優勝を競うということです。それで大会主要ダンジョンがですね、なんと僕ね、8作の結構生放送をやらせていただいてるんですが、ワルキリーカップを主にやってるんですか、入っておりませんでした。はい、で、まず1回戦がですね、歴代イベントダンジョンの10周年記念カップ、こちらがね、ちょっと内容ちょっと今ちょっと昨日ねチェックしたんですけどね、忘れてしまいまして、はい、また後日チェックしております。で、歴代イベントダンジョン2回戦バレンタインイデールカップ、これ僕めちゃくちゃ得意なんですよね。はい、これは得意、はい、これは得意。で、あとは11周年記念カップ76マスの、この前のなんかルーレットを使いながら最後無効貫通でそのボスを倒すってやつですね。はい。で、準決勝が強化ファガンカップ。はい、ちょっと漢字が読めないんです。はい。と、で、歴代イベントダンジョン、お正月アテンカップ。お正月アテンカップはね、僕割と得意なんですよね、実は。はい。で、決勝がバレンタインリアルカップ、10周年記念カップ、11周年記念カップ。76ます。いや、ちょっとね、僕、ちょっと11周年記念カップがね、ちょっと弱いかな、と、この中では。あと、表彰、パガンカップ。はい。の、まあ、こんな感じですね。はい。ですね、大会の日程が、もしかしたらですね、僕もその詳しく分かってないんですけど、まあ、ライブ配信サービスで、ね、ちょっとまあ、これ言ったらね、プロとアマが、その、1日で、対決する、こういう8作企画っていうのが、ガンホさんの、パズドラさんの、その、初めての試みでして、まあ、優勝すれば、初代王者。はい。初代王者となるわけですよ。はい。んで、ね、初代王者なんてめちゃくちゃいいじゃないですか。初代王者。
もうそこ目指していきたいと思います。はい、でまあライブ配信先ほど言ったので、そこら辺はいまいちちょっと分かってないんですけど、もしかしたらね、あのライブ配信等ございますし、あの現地観戦もあの無料ということで、もしね、あの東京近辺にお住まいの方、ぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。あとね、あとのライブ配信でもその僕が、まあ、外で映ってなかったら申し訳ないんですけどそこはね、もう実力世界なんで、はい、映ってなかったら申し訳ないんですけど、もうできるだけね、その映って皆さんの前でそのパズルするっていうね、もう本番ですよ。大会といえばね、僕もバレーの、まあ、全国大会まで出たんですけど、バレーボールで、はい。それ以来なんで、もう勝負の世界、久しぶりにちょっと楽しんでいこうと思います。はい、そこで、ここからはお願いなのですが、はい。ぜひぜひ、僕可能な限り、夜になっちゃうかな、生放送したいと思うので、生放送で歴代イベントダンジョン10周年カップや、バレンタインデーカップ、11周年記念カップ、あとはファガンカップ、アテンカップ、もうすべてね、もう、立ち回り、どうやったらスコア取れるかとか、いろいろね、皆さん、これコメント欄でも全然大丈夫です。教えていただけると、めちゃくちゃありがたいです。こうやったら加点取れますよとか。実際その、ね、もう、1位になる立ち回り。どうやったらスコアをたくさん稼げるか。そしてなおかつタイムを稼げるか。だからタイムを稼ぐには僕のパズルも練習ももちろん鍛えないといけないんですけど、そちらの方もね、生放送でそのお越しいただいて、アドバイスいただいてもよろしいです。よろしいとか言うか、いただいてもめちゃくちゃ嬉しいですし、ぜひぜひ、この動画のコメント欄に、ね、このカップのこの立ち回りはこうしたらいいよとか、ぜひぜひもう皆さんからアドバイスお願いいたします。皆さんの力で僕を初代王者にしてください。初代チャンピオンか。まあ、そんな感じでね、今日はね、ちょっとお知らせというか、この大会に出ますよという動画でした。はい。もう生放送でね、もうここ、まずね、10周年記念カップをね、とりあえず、まあ、絶対ね、その10周年記念カップというのは、まあ、決勝でも出されますし、そして1回戦でもございますし、10周年記念カップはね、とりあえず徹底的にね、立ち回り、頭に入れて、はい。僕ね、よく1ターン目から特殊消しボーナス狙いに行って消しちゃったりとかするんで、よくそこないようにちょっと頑張ってね、練習していきたいと思いますんで、はい、皆さんどうぞ、応援コメントや、アドバイスコメントで、実際生放送だったらそのお相手としてお付き合いくださると嬉しいございます。それでは、6月17日、東京に、はい、僕、ちょっとね、6月17日に行くか、ちょっと前乗りするか分かんないんですけど、頑張ってね、はい、東京まで行って、東京はね、もう多分、10年前ぐらいはね、ちょっとお仕事でよく行ってたんですけど、はい、ちょっとね、はい、いろいろやってたんで、はい、まあ、10年ぶりぐらいの東京、懸念すべきは、一番の懸念ポイントは、喫煙所があるかどうかですね。喫煙所がないと、ニコチンが切れたら、僕、ニコチン切れたら、発狂割合、ごめんなさい、ちょっとスマホ鳴りましたね。はい。割合ね、ダメージ飛ばしてくるような、もう、やつなんで、はい。そこだけが心配なんで、この近辺のね、喫煙所など、何度も教えていただけると嬉しいです。はい。それでは、今日はね、ちょっとこういったね、ちょっとお知らせ動画になっちゃうんですが、全力でね、パズドラと向き合って、あとは、もう約1週間かな、約1週間しかないんですけど、徹底的に練習してね、はい、もう、初代チャンピオンになりたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、最後までお付き合いください。ありがとうございました。この辺でお開きにしたいと思います。ぜひね、動画の評価というよりは、アドバイスコメント、応援コメントとかいろいろいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。